アルバムのリードトラック「稲妻は中毒性のある特徴的な楽曲でテレビや YouTube などで披露するたびに話題となっていますが手応えはいかがですか神宮寺やっと皆さんの手元に「稲妻が届いたことの嬉しさと達成感がありますそれと同時にパフォーマンスをした際の皆さんの意見や MV の考察を楽しませてもらい良かったなと思っておりますナンバー 愛として初のソロ曲が収録されています。仕上がりはいかがですか騎士、たくさんの方にサポートしていただきながら出来上がったので、胸を張ってリリースできる感覚です。平野、満足のいく楽曲ですし、何より僕自身がすごく好きな曲になったので、この歌とこの気持ちを共有できるのを楽しみに待っています。神宮寺、自分で歌って伝えたいことが一曲に詰まっているので、初めての経験ができて良かったと思っています。 ファーストフルアルバムナンバーワンを一言で表すとしたらその理由とともに教えてください平野バラですフローラルないい香りがする中でもトゲがあって尖った僕たちも見られてバラのいろいろな面とこのアルバムが似ているところあるんじゃないかなと思います岸万華鏡です神宮寺独特な間に思わず笑う岸万華鏡っていろんなカラーがある中一つになった時の美しさを描いているので平野 よしよし騎士の背中を撫でながら神宮寺シグネチャーになったかなと思っていますゴートブロイヤーカバーボン全部入っていますし自分たちがまだやったことない曲も入っていますしいつも僕たちがやっているような曲もあるので象徴となるアルバムになったかと思います平野、名刺的なれナンバーワン、バーシポイントを教えてください神宮寺リードとラップ稲妻 いやそれぞれがプロデュースしたソロ曲もあります騎士3人で作った曲もハイパーバンドバージョンもあります盛りだくさんです神宮寺どこから聞いたらいいかわからない人用に1曲目から順番も決めてあるのでぜひ最初から聞いていただいて何周もしていただいてお気に入りの曲を見つけていただければと思いますファーストフルアルバムはナンバー愛としての集大成第一弾とも言えると思います 活動開始かかから振り返っていかがですか神宮寺何ヶ月も前から自分たちで準備して細かいジャケシのデザインなどいろんな過程を踏んでやっとワンパッケージ出せるのでその度に達成感がありましたたたくさんの達成感があったなと思います平野新曲を出すタイミングではすごく達成感を感じますしジンも言っていましたが準備期間を濃く過ごせば過ごすほど 世に楽曲が放たれた時の達成感がすごく大きいなと思います。アイリーズの皆さんがこの楽曲を受け入れてくれた時も達成感を感じます。岸、充実感が大きかったです。一つ一つの曲と向き合うのは楽なことじゃないですが、リリースした時にファンの方や僕たちに興味を持って聞いてくれた方のコメントや感想をいただくと、達成感もですし、反響が大きかったという意味で充実感がありました。今後の目標は、神宮寺、もちろん、 大きい目標もたくさんあるのですが自分たちのこういう曲を出したいこういう表現をしたいという思いを忘れずに今のように自分たちが良いと思う曲を出し続けられることが目標です簡単ではなく難しいなと改めて思ったのでそういった心を曲げずに好きなものを届けたいというのがこれからの目標です活動の原動力は神宮寺聞いてくれたり 見てくれたりする方がいてこそ自分たちは曲を出したり作品を出したりすることができるので原動力はそこです。